お疲れちゃんです。ラットです。だけで極悪ラッシュロールやってくんすけど、今日はね、まあ、最終日、てかもうシーズンがね、あと1日しかないというわけで、マルチやっていこうかなと思います。まあ、安定のね、ウヘワンツーはね、この日本人2人っていうえぐいですね。はい。まあ、ケジとね、ちょっと8000円は行きたいですね、本当に。8000円行ければ、多分2桁フィニッシュは確定ぐらいだと思うので、まあ、8000ノルマでやっていこうと思います。で、ロイホグで78行ったんですけど、そっからちょっと76ぐらいまで200ぐらい溶かしちゃったんですよね。というわけで、マスケスケラで今戻しておりますってなわけで、今日はね、これ使っていきます。で、コツとしては、もう前半スケラ打たないというか、まあ、そんな感じなことを思っといてもらえれば、いいかな。まあ打つ場面もあるんですけど、まあそれはやっていきながらね、説明できたらいいかなと思います。ってわけで、あと2つねちょっと言いたいことがあって、まあ、1つはですね、昨日と一昨日の動画ですかね、コメントをめちゃくちゃいただいてて、そうですね、リーグ頑張ってくださいとか、まあそんな感じのね、励ましの言葉とかも他にももらいつつ、まあそれに対してね、めちゃくちゃありがとうございますというのを、まあ、伝えたいのが一つと、もう一つがですね、昨日、なんかトルネの、なんかトルネ終わるみたいな動画出したんですけど、新しくトルネのなんかね、性能の、こう、まあ、動画みたいなのがね、ツイッターで、こう出て、それによるとですね、なんとホグライダーを、トルネでね、ノーダメ、普通に端っこに出されたホグライダーも、トルネでノーダメキング起動ができます。そしてジャイアントをトルネでキング起動できます。で、ラムライダーとかね、今までトルネでキング起動するの大変だったじゃないですか。なんか結構難しい判定がね、そう厳しかったんですけど、だからそのラムライダーもピュッて、こうトルネがやっぱ吸引力がね、超強くなったので、なんかほんとジャイもキング起動できるようになって、で、まあゴレー、はまあもともとできたんですけど、もっと簡単にできるようになって、もうなんかそんな感じで、まあジャイのキングキッドがねでかいかなと思いますという感じで、トルネがね弱いとこう言われてたんですが、なんかめちゃくちゃ強いみたいな、こう今噂が立っておりますってなわけで、それはね申し訳ないですね。前回弱いとか言ったんですけど、強いっぽいです強いっぽいです。というわけで、これね、スケラボーイしたいんですけど、ちょっとやべえな。やべえ、このマスケが、このマスケ行かれるとね、やばいんですね。ちょっと、あ、出た。最近ヒースピ、そう、ヒースピスパーキーがいるんですよ。やばくないですか？もうなんか、ヒースピレイジスパーキー、これですね。ちょっと流行りの、ちょっと流行りの時代のスパーキーでございます、今もう。まあ、このダメージはいいですね。相手、クエイクないです。ないので、もうこのダメージも前半と耐えてしまえば、まあ勝ちという風なのに持っていけると思います。マスケレタケ取って、あ、じゃあナイトでマスケレタケ取って、間にね、スケを挟んでいきます。で、ここは、サンガゴか。サンガゴか。ビビ出してもよかったかもな。ビビ出してもよかったかもな。まあまあ。変に攻める必要はないですね。てなわけで、まあ、トルネー、まあ、なんか、そういった部分では、情報、キング起動しやすいっていうのでは、情報だと思うんですけど、まあ、遅延効果で時間稼ぐとか、なんか、まあ、あとは、なんだろうね、攻めの部分でキング起動してしまうかもっていうところでは、ちょっとね、どうなんだろうっていうのはね、ありますが、よいしょ。やべ、マスケだけは回復しないでくれって思ったら、マスケ回復しましたね。あ、でも、これ相手ゴブジャイ一発でも入れたいって人っすね。オッケー。で、これタルーとスケで、このタルーをね、スパーキーに殴らせます。オッケー。で、相手は、ここね、ワンテンプ、ヒースピ使ってほしいな。お。これ、ポイズン打っていいな。あー、オッケーオッケー。オッケーオッケー。これ後ろから行って、ふんふんふん。これはいい感じじゃないでしょうか。スケル打って、ああ、めっちゃいい3が5。で、このままミニプ受け。あ、これナイト、ナイト、ナイト、裏切りのナイト。いや、いいナイト。さあ、そして、
ここでポイズンですね。ポイズン打ってマスケットを処理していきます。まあヒースピがあるんでもしかしたら回復されちゃうかもしれないんですが、オーケーね、ゴブが置いて、これはもう一回ポイズンで勝ちですね。まあこんな感じでなんかスケラ打てる場面でもなんか別に打たずにポイズンでまあ遠距離マスケウィザードとかそういうのを徹底して処理しとくだけでもなんかこのベビーが止まんないっていうやつですね。よいしょ、はい勝ちと、めった感じで守れば勝ちですね。スケラは攻めて、負け筋としては攻めて、ダメージ稼ぐんですけどカウンターが止まらなくて、まあ、やられちゃうってことがね、まあ、スケラの主な範囲かなと思いますんで、前半にこうスケラ打っちゃうっていうことがなければ、まあ、基本的に前半負けることはないですね。はい、っていうのが大事かなと思います。まあ、陰キャ極めしましょうって感じですね。はい、ふーし、さあ78戻りたいな。78戻れたらめちゃくちゃでかいですね。はい、でトレネーの話でもしますか。トレネーの話しか頭いないな。まあ、ダメージがタワーに入るのでキング起動されますね。それが唯一の弱点かな。キング起動しやすくなったんですけど、防衛でキング起動しやすくなったんですけど、攻めてもキング起動しちゃうっていう、やりすぎちゃうやつですね。まあ、ですが相手が別に三重視とかでもなく、こっちがスケラを使ってるわけでもないならば、逆に攻めのトルネでタワーダメージ稼げるっていうポジティブ考えもねできるんでね、まあそういう部分では悪くないよねっていう。あいつ遅延スケラっぽい顔してますね。なんか非常に遅延スケラっぽいな。アイスイズベビーでしょ。ゴレかもしれないな。ゴレでしたね。うん、これナイト出せるかな。ナイト出せる、いや出せねえな。もうベビースケラ打ちます。アイスイズもベビーも冴えてるので 100% 陸でタゲ取ってくる。あやべえ、これうわーなんかめっちゃおしゃれ。しかもベビー竹一回外されたよ。ちょっと早かったのかな。うわーなんかめっちゃおしゃれな防衛してきますね。で、まあ、攻め取るに使ったのでナイト後ろに剥がされることもないでしょ。さあこっからですね、相手はゴレか、ゴレライトですね。このやりこぶのダメージをできるだけ入れていきたい。で、これちょっと小屋壊されるのはちょっとめんどいんで、マスケ使ってまで延命していきます。たる。うん。ここでゴレ展開ですか。まあ、ここ一回守りたいですが、ちょっと難しいですね。ナイトもなんもないので、ゴブ小屋を早くもう一回置きたいっていう部分ではありますね、非常に。ゴブゴ置いて、で、マスケも欲しいですね。マスケも欲しい。これあれだな。ミニペックがちょっと止まんないですね。まだ壊れてくれるヤリゴブがいい感じに働きますね。いや、このね、ヤリゴブリンが強いんですね。小屋から出た。で、多分そろそろ相手はライトニングを、ベンベンベン!はい。で打ってくる。で665は、まあ、削れそうで削れそうにないのでプレッシャー与えつつね。さあこれはもう一回ベビースケラぐらい打てば落とせますね。でも相手は多分折りに一回来ると思う。おお、マジ?これ守るんだ。マジ?これさ絶対守れんくれ。だってここで俺がタワー折ったら俺の勝ちや。でもこれ守れるの?でポイズン2周ぐらいでいい感じ。なんかスケルトン、うん、今殴ったね君。もう一回殴ったね、スケルトン。うん、いい子。だってこのスケルトンが殴ってくれれば俺の勝ちだよね。あ、ワンチャンワンパンされるこれ。待って、ワンチャンワンパンされる?あぶねえ、タルババ絶対そこに来ると思った。いや、完璧。あ、待って、やべえ。ライトニング来る。あぶねえ。さ、ポイズン蹴んない。てな感じで、守ることさえできれば勝てる。いや、待って、めっちゃいいね。めっちゃいい。78からね、7600ぐらい、もう200ちょっとね、トロ下がっちゃって結構泣いてたんですよ。泣いてたんですけど、78戻れましたね。いや、でかいね。マジででかい。7811。しかも、ちょっと8000いかないといけないですね。こっちも今7843でいい感じですね。で、ここでもう一戦勝っ
ときたいね。すごいね。これ一回ちょっと見てほしいんですけど、さっきすごかったんですよね。ここだ。スパーキー、まあ、ジャイスパ、ジャイガゴガゴ、ジャイスパ、ジャイスパで、まああれ、ジャイスパいたんだけどな。まあそんな感じでもね、すごいかったですね。このスパーキー。びっくりするぐらいスパーキーでしたね。まあ喋れないですね。ちょっとマルチやってて疲れましたね。で、まああと明日がシーズン最後、トロ上げ全勢力降り注いで、マジでね、目標は30以内ですね。30以内でフィニッシュできれば、拍手を送りたいですね、自分に。ふぅ、眠いな。さっき朝ごはんすいて、ちょっとね、朝からリッチに美味しいご飯食べちゃいましたね。ウーバーイーツを、めったに利用しないんですが、最近すごいね、自炊をしてて、マジで、そう、自炊しかしてなかったんですね、ここ最近。外食、ま、することないですから、自炊しかしてなくて、超節約にもなってて、逆に、料理のパターンがもう狭いので、もう、基本的に同じ味なんですよね、もうご飯が。だから飽きちゃって、そのいつもの味に違う味をねちょっと求めて、うまいーつしちゃいましたね。おー、エミックス、あー、ジャイスケラだ。この人ジャイスケラ、ヨスケラですね。いやー、ジャイスケラね、あれなんすよね。ジャイプラススケラなんで、スケラを棒ポイすると、ジャイの後ろのマスケがね、すごい厄介なんですよ。だからマスケにポイズンするとも、スケラが大、これね、めちゃくちゃダメージ通っちゃうんで、むずいんですよね。ですが、全然可能性はあります。ふふふふふ。からの、え?ん?前みたいな、すごい変な声出ちゃった。誰が元からじゃ、おいって。さあ、ここで、スケラ打たない。僕らになると打たないんですよね。で、ここで、ベビー出して、全然違う。で、このベビーの受けが今、全然だるいと思うんですよね。うわー、めっちゃいい、それ。めっちゃいい受けするの、相手。OKOKOK。でも、ナイトで耐えれる。オッケーオッケー。いや、いい体。これ、いや、これめっちゃ、多分これ完璧。これがね、一番完璧。今ので。そんな感じしたよな。今、来るって言ってたもんな、なんか。うわ、すげえ。そこで攻めてくるんだ。やめて。やめて。ミニペックやめて。ミニペックやめて。オッケー、耐えた。耐えた。俺耐えた。ナイス。左側ベビスケラ行くとマスケがいるな。マスケを持ってるの厄介だな。マスケ使ってくんねえかな。マスケ持ってると攻めれないので一回受けからで。マスケ?うわ、マスケ避けよ。お、これ多分、まあまあ使わずに守れるんじゃないんちゃう。使わずに守れる。できあ、待って、耐えろ。いや、あるぞ。ここでこっち行くと見せかけていきます。よいしょ。で、相手これ積んでくね、積んでくね、積んだ、来た、頼むマジで頼む、お願い、来た。いや、これに勝ったのはすげえ、マジでこれ、あのね、すごいんだよこれ本当にこれに勝ったのはね、すごいのよ、それしか言えない。いやー、ちょっと気分いいんですね。3連勝。いやー、待って。マジカビ。いやー、気分いい。最高っすわ。ってなわけで、このスケラも、どうだろうね。環境がもう全然強いと思いますね。あ、でも、ゴブ小屋がボムタワーですね。ゴブ小屋がボムタワー版になると、思いますが、多分ね、強いんで、今からでも練習してみましょう。というわけで、終わります。よければね。チャンネル登録してない人、ぜひ、
お願いします。モチベになります。頑張ります。では、ありがとうございました。バイバイ。